ザムトゲマインデ・ベルデ・ラムシテットは、ドイツ連邦共和国に ida ザクセン州、クックスハーフェン軍に属すザムトゲマインデである。ここではご町村が、行政業務を統合して行っている。本部は、ラムシテットにある。このザムトゲマインデは、アームストルフ、ホルンゼート、ラムシテット、ミッテルステナーへ、シュティンシュテットのご町村からなる。このザムトゲマインデは、1960年代に、 初めて形成された。厚生町村は長い共通の歴史を有している。ラムシュテットは1115年にパロチア・ランスティードとして教会大庁に記述されている。一方、考古学的発掘調査は、このベルデではずっと早い時期から入植が行われていたはずであることを明らかにした。このベルデは1500年頃にフェルダール・ギスターに記録され、 初めてその名が記された。しかし、行政上は一体化しておらず、教会教区が一体化していた。1746年には、ベルデラムシュテットに、ジェボルマクティグターが記録されている。これは、法律上の地方行政を管轄する役人であった。ザムトゲマインでラムシュテットは何百年も前から、旧品院の運営を行っていた。 1934年までこのザムトゲマインでは、シュパルカッセデアベルデ・ラムシュテットという名称の地元の貯蓄銀行の保証人となっていた。1963年2月27日に、当時のベルデ・ラムシュテットの16町村中13町村が、自由意思に基づき、ザムトゲマインデに統合された。シュティンシュテットは1967年6月19日に、 アームシュトルフは1969年1月1日に、ニンドルフは1970年1月1日に、これに加わった。1972年の行政、地域改革により、自治体数は5つに減少した。ベルデは、定地ドイツの防安に由来する。この後は、担うあるいは、持つといった意味である。ベルデは、住民が共同で公的負担を担う行政単位であったため、 こう呼ばれていた。したがって、ベルデという単語の適切な解釈は、超税区ということになる。各年12月31日現在の人口である。ザムトゲマインでベルデ・ラムシュテットの議会は、16人の議員で構成されている。これは、人口5000人から6000人の市町村に対する議員定数である。16人の議員は、5年ごとに住民の選挙によって選出される。 ザムトゲマインデ議会では、ザムトゲマインデ長も投票権を有している。ザムトゲマインデベルデラムシュテットの主張は、ホルガー・マイヤーである。歴代主張、紋章のデザインになったラムシュテットのベルデ博物館、図柄、16個の赤い円が付けられた銀の縁取り。中央は、緑地で、赤い木組み、銀の領土、扉、銀の門。 金の屋根を持つニーダー作戦の農家が描かれている。解説、赤い円はザムトゲマインデ・ベルデ・ラムシュテットをもともと構成していた16町村を意味している。農家はザムトゲマインでの象徴的建造物であるラムシュテットのベルデ博物館である。ベルデ・ラムシュテットは強固な農業構造を有している。重要な産業分野は乳牛の飼育とミルクの生産である。 このザムトゲマインでは人口約6000人に対して乳牛が1万2000頭以上いる。この文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。